周到な襟らしく、横浜の下調べはバッチリで、うちは結局エリチに案内されるまま、ただ横浜のあちこちを楽しんで回った。マリンタワーに中華街、海の見える公園に異国情緒の漂う港の景色、そして最後にやってきたのはみなとみらいの赤レンガ倉庫。大きなショッピングモールにたくさんの露店も出て、楽しそうな観光客でにぎわってる。でも、あかん、もううち一口も入れへん。中華街で肉まんやらタピオカミルクティーやらマンゴーフラッペやら、あんなにぎょうさん食べてもうたし、さすがにちょっと欲張りすぎたわね。私ももう無理だわ。あそこにある焼きたてのバウムクーヘン食べてみたかったんやけどな。残念。もう今日はほとんど食い倒れの旅ね。でも一応見るべきところは全部回って、目標は達成したし、楽しい一日だったわ。そろそろ日も暮れるし帰らなきゃやんな。